現サッカー指導者。イタリア半島の南東に位置するコリリアーノカーラブロに生まれる。父親は小さな会社を経営しながらカルチョと AC ミランを愛するという人物で、父親の影響を受けたガッドゥーゾは幼い頃からボールを蹴り出し、12歳でカラブリア州のユース代表に選出された。当時から技巧派の選手ではなく、 サルバトー・レバーニが好きだったと語っている。同様に、キャプテン・翼に登場するキャラクターの中では、石崎亮が好きであったことを語っている。1991年に当時、セリエ C1 に所属していたボローニャから誘いを受けるが、これを断った。すぐさまペルージャからオファーが届き、結果的に故郷を離れて、ペルージャからプロへ駆け上がるという環境に身を置くことになった。 A.C. ペルージャ時代プリマベーラではスクデットを獲得し U-18 イタリア代表にも選出された1995から96シーズンに17歳でセリエ B ながらプロデビューし翌シーズンにクラブはセリエ A に昇格しガッツーゾも1996年12月22日にセリエデビューを果たしたその数ヶ月後の初春に彼に 人生最大の天気が訪れる。意外にも、スコットランドの強豪レンジャーズが、当時、欧州サッカー界で議論を巻き起こしていた、ボスマン判決を利用する形で、ガットゥーゾの遺跡金ゼロでの獲得に乗り出し、現在の30倍近くの年俸を払うと持ちかけた。当然、ペルージャ側に手塩にかけて育てた逸材を手放す、考えはなかったが、最後は、 ガッゥーゾの意思一つで移籍が決まった。レンジャーズ FC 時代移籍証明書の発行が遅れ、グラス号に赴いて2ヶ月間は出場不可であったが、1997から98シーズンからスターティングメンバーに名を連ね、極なスコットランドの選手たちに混じり、アイブロックスのピッチを駆け回る小柄なイタリア人はライノー、ブレイブハートと呼ばれ、 ファンの心をつかんだ。計36試合に出場し7得点を挙げた。1998から99シーズンの途中にイタリア復帰を突然表明した。当時、セリエ A に所属していたサレルニターナが獲得に乗り出し、1998年10月に移籍した。ガットゥーゾ本人は現在でも、あの国のサッカーが僕の性格やプレイスタイルには、 最も合っていると明言している。またレンジャース対談に際して、俳優のショーン・コネリーから残留する様に、懇願されたと後に明かした。AC ミラン時代 AC ミラン時代イタリア代表、時代セリエ A に舞い戻ったが、サレルニターナは、最終節で、セリエ B に降格した。ガットゥーゾ自身は1998から99、シーズン終了後に、 A.C. ミランへ移籍した。2002年 FIFA フフワールドカップ日韓大会出場。イタリア代表は、ベスト16。2003から04シーズン、セリエ A 優勝。2006年 FIFA フフワールドカップドイツ大会出場。ブッフォン、カンナバーロ、ピルロ、トッティ、マテラッツィ、デルピエロらと共に24年ぶり4度目の優勝。2008年12月。 カターニア戦で全十字陣体を損傷し、長期離脱。2009年5月13日のアルバニアとの親善試合で復帰した。2010年 FIFA ワールドカップ南アフリカ大会を最後に代表引退することを表明。しかし本大会でイタリア代表はいっぱい2分と1勝もできずにグループリーグ敗退自身も第3戦のスロバキア戦で スタメン出場するが前半終了時にクリスティアン・マッジョと交代しベンチに退いた。2011年9月、ラツ予選で途中交代後、長期離脱。10月に行われた会見で視神経の麻痺によるものと発表された。2012年5月、2011から12シーズン限りでのミラン対談を公表した。 FC シオン時代2012年6月、スイススーパーリーグの FC シオンへ移籍。2013年2月、解任されたビクトル・ムニョスの後任として選手兼任監督に就任したが5月に解任された。2013年6月、セリエ B に降格したパレルモの監督に就任。だが、同年9月、わずか6試合で解任された。 2014年6月、ギリシャスーパーリーグアフィー・クレタの監督に就任。10月26日、一度は辞任を表明したが、翌日に撤回した。だが12月に給与未払いなどを理由に、再び辞任した。2015年8月、レガプロのピサの監督に就任。2015から2016シーズンは、好調を維持して、 セリエ B 昇格プレイオフに進出、フォッジャカルチョとのプレイオフ決勝戦で2戦、合計4から2で勝利し、チームを7年ぶりのセリエ B 昇格に導いたが、喜びもつかの間、シーズン終了後に契約をめぐって、ファビオペトローニ会長と衝突して2016年7月31日に、辞任を発表した。しかし翌月にピサは、中東の投資会社に買収され、 新オーナーとなった投資会社は、ガッツンゾの復帰に動き、2016年9月2日に復帰した。電撃復帰により迎えた2016から2017シーズンは、リーグ最小失点の36を誇りながら、得点数は23と攻撃陣が極度の不振に、陥り、第40節でエースチッタデッラに敗れると、わずか1年でレガプロ降格が決定し、 シーズン終了後にガットゥンゾも退任した。2017年5月26日、フルス AC ミランのプリマベーラの監督就任が発表された。契約期間は2年間。2017年11月27日、モンテッラの公認としてミランのトップチームの監督に昇格した。2018から19シーズンは4位インテルに。 勝ち点1の差で及ばず CL 出場権を逃し、2019年5月28日、退任が発表された。2019年12月11日、SSC ナポリの監督に就任したことが発表された。コッパイタリアでは、決勝でユベントスを PK 戦の末に破り、優勝に導き、指導者としてのキャリアをスタートして以降、初タイトルを獲得した。しかし、 リーグ戦は振るわず、2019から20シーズンは7位で終了。2020から21シーズンも5位に終わり、同シーズン終了後に解任された。2021年5月25日、アクフ・フィオレンティーナの監督に就任したことが発表された。しかし、選手補強をめぐって、クラブ側と対立。 結局一試合も指揮を取ることもなく、6月17日に双方の合意により退任したことが発表された。国際 A マッチ73試合得点。ありがとうございます。